福テレ防災ラボです地域密着型の防災気象情報発信基地防災ラボでございます皆さんと作っていく天気予報です夏と秋の西空拳争いが激化しておりますすごい寒暖の差大きくないですか大きいですね福選ぶの迷ってしまいますよね,ねそれからやっぱり体にも結構応えるような感じですえ週末どのように変動するのか詳しくお伝えしますまずは皆さんからいただいた季節のタ便ルなんですが、はい、今日はもう 紅葉情報を中心にお伝えしますけれども、紅葉以外のところからいくと。えー、鱗雲、これもまあ秋ですよね。秋の風物ですよね。で、あの秋の赤はですね、うん、紅葉だけではなくて、これ千日紅っていうんだ。花<う>畑です。これ飯舘道の駅までいかに。 こんな綺麗なお花がソの花ではないんですね,ねえで、まあ秋といえばですね、うん、グルメの秋でございますけれども、うん、なんといっても待ちに待った新米が来たということで新米おいしいですよねあの畑屋さんのお父さんお母さんの稲刈りはいつでしょうか、はい、私の実家は 来週です。来週。はい、じゃあまたあのぜひですね送っていただければと思います。はい、あ、お米を送ってくださいって私言ったわけじゃないですよ。<laughs> ちょっと考えてください。画像を送ってくださいって言って、はいえー、そして紅葉情報なんですけれども、はい、まあとにかく今バンダイアズマスカイラインが綺麗ですね。はい、たただねちょっとね。 赤がちょっと今年ね、<ー>そんなに鮮やかじゃないかなって気がするんですよね、はい、これ、多分あのお盆の頃からのですね日照不足とか、うん、えちょっと長雨の影響なのかもしれません、うんえー、そしてこちら、天狗の庭、まあ綺麗ですよとは言っても、うんえー、そして標高1200メートル、つば九の谷、ここまで今、紅葉前線がやってくるということなので、おそらくですね、バンダイアズマスカイラインは、この週末見逃すと、はい、来週もピーク終わっちゃうかな。 なんて言ったらテレビで、結構渋滞が多くなっちゃったりして。ええ、なんか早めに出かけたりしましょうね。えその他なんですけれども、田代の山頂、これ南会津ですけれども、湿原周辺、えず、だいぶ色づいてます。ここも綺麗ですね。それから中津川渓谷。これね、峡谷の、この下の方が少しずつ色づいてるんですよ。あの、冷たい空気って下の方にたまるので、下の方から紅葉始まります。あと、水辺は結構しっとりとしていて、なので、渓谷とか峡谷は。 あの紅葉がきれいになるという、そういうメカニズムです。赤でも、こちら。コキア、真っ赤に染まって見ごろ。うん、い,やーいいですね,いいですね。行ってみたい。さあ、そして、南の村から、天栄村大りなんですが。はい、鴨鹿くんが現れた。はい、この時期、<laughs> あの、よく見ると、草を食べているんですけど。この時期、結構、あのね、里に降りてきて、たくさん。 なるほど冬の前にねたくあいとはい、そうなんです。そしてこれ秋のおやつなんだあけびってどうやって食べるんですかこのまま食べますこのまま食べるの甘くて美味しいんですよワイルドだなちょっと種が多いところが難点なんですこれもじゃあ秋のですねこれはのお化けみたいのははこれにぐるみですこの中身がくるみなのでこれをストーブとかで焼いてこれを割ってからそうです。これを割ってから割るとこれが出てくるんだあくるみはい これも秋の味覚美味しいです、いし、ね、なんかカフェとかやったらどうですかいや、本当に第二の人生はね、<laughs> <laughs> いつかはやってみたいですままだまだ先ですか <laughs>、えー、さあ、この後なんですけれども、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、風が変わります、で今日は上空、西寄りの風が吹いてましたけれども、この西寄りの風がですね、こちらの方から、風がだん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 、ほら、北東の風が入ってるの分かりますよね、はいえー、このの北東の風がですね。 肌寒さを呼ぶとということになりますで今週の気温の変動なんですけれども、本当に大きくって寒くなったり暑くなったり、はい、今日も暑かったりしてますけれども、うん、明日は一転して肌寒くなります、気温に注目です。えー、明日上がっても20度ですよ 肌寒いですね肌寒いですよね山瀬が効きます、うん、でこちらの方はですねこの山瀬の影響で昼頃まで、えー、冷たい雨が降り続くのではないかと見ております午後に一旦上がりますけれども夜いわでもう一雨ありますそう県南で明日夜もう一雨あるというのがポイントですえ、はい、そして、えー、中通りの北部です明日バンダイアズマスカイラインはおそらく雲の中ですああ<ー>。だから霧雨で、はい、もうほとんど紅葉なんかも見られないと思うんで 明後日にしてくださいって言うと明後日ですごく渋滞しちゃったりね。ああ、急してしまいそうですね。えー、明後日はあの天気回復しますんで、はいえー、ということで明日は残念ながら肌寒いパッとしない一日、えー。中通りの北部ではですね、昼前後中心に弱い雨が降りそうです。そして中通りの南部です。 山瀬が降る時っていうのは意外とですねあの中通り北部で終わることが多いんですが明日、中通りの中部も南部もですねこの山瀬の影響を受けてしまいそうですね五霊光峠が天気の境目で、えー、ここを越えるとですね雨の国ではなくって会津地方です、晴れるんですよ、だからそれだけ低いですね湿った風なんですけれどもこれ会津の方は晴れ間が広がるとはいえですね猪苗代や北塩原の方ではお昼過ぎからですね弱い雨が降る見込みです。 さあ日曜日には天気が回復してまた暑くなるんですが、はい、気になるのが台風なんですけれども<ー>渦がたくさんできております、はい、まず最初にですねえ台風17号が昨夜発生しましたただこれは福島に影響ありません、はい、ここでさ,さっき台風18号が発生しておりますこれ影響出そうなんですよ、はい、でここにも渦があるんですけれどもこれ台風19号 発生の可能性あり17 18 19ですで目先、影響を受けそうなのがこの18号なんですがこれ、来週の火曜日なんですが台風自体は大した渦ではないんですが日本付近にあの亜熱帯の空気を運びますので、はいえー、これあの前線の活動が活発になってですね、えー、来週、強い雨が降りそう、週間予報です。 日曜日は晴れて暑くなります。月曜日まで暑いんです。ところがその台風18号の間接的な影響で、火曜水曜は大雨の恐れも。一個はこちらです。渋滞で動かぬ窓のスカイライン。福テレ防災ラボでした。